1枚浮いています。いや小林がいいですよ、またソーズとピンズでメンツが2つできていて、うんうん、頭もある。勝又すごいとこ入ったいいシャンテン、なんだこれ、くっつきのいいシャンテン、くっつきだくっつきだ、これはずるいやつだですね。さすがに無理か。あ、白鳥も早いですけど、うん、あまあただね、勝又が早すぎ、ただ勝又が次どういうテンパイするかですよね。うん、3ピンチーピン引いたら終わりですわ。うん、あ、パワー1の方がイペコとか役割になりやすいってことですかね。一つ滅できた。王じゃないか。さすがに勝又がいいシャンテン早いか。いやでも小林だって分かんないですよね。分かんないですよ。あ、終わった。さすがに終わったわ。6球ピンはもうだってダメージ上がりますよ、ね、もう終わったわ。さすがに太郎が終わった。いや破熱も条件ある。これ何なの、6球ピンって何なのよ。あ、でも小林が4枚持ってるのか一応。そうですね。で、チラトリ1枚だから一応山子ですか。山3ですか。山3ですか。5枚持たれてるから3枚なので、そんな簡単ではないけども、高くなってから上がっちゃった。あ、そっか、3色になっちゃったし、また満足が増えた。なんか掴んだ人絶対打つもんな。絶対打つね。え、9ピンは無理ですよね。小林だけですよね、9ピン嬉しいなって。なんなら小林だってツモ次第では9ピンが出ていくケース、出ちゃいますね、全然出ちゃいますね、そして勝又がスッとドラのペを切っていきました。チーピン、これで6球ピンがちょっと出づらくなったな、そうですね。ペをどうするかですか。おー、打点をまだ見た、つまたに6球ピンのテンパイが入っています。これチーズ3色になってからとかいうこともあるのか、あ、これで一応イーシャンテンですね。あ、もうペー、今度はペー切るんだ、はい、そうですね。まあさっき切るか今切るかぐらいの感じですかね、はい、どちらもありかなとは思いますけどね。確かにイーシャンテン、おー、落ち着いた、落ち着くかな。両面両面ですから ね、 ね、白鳥はこれで上がれたら嬉しいですよね。あとは小林リーチ来たら、勝又はまあまあおりそうですよ ね、 そ、 うですよね。そこ行っても、ね、あんまりいいことなさそうですよね、はい、これどっちか来た、テンパった、おダマダマかダマかリーチか、リーチだ、これはリーチか、はいはいはい、いいスーピン待ち、まあ、リャンピンも自分のリャンピンもちょっと早めだし、そうですね、バニー2枚見えてるし、いい街に見えますよね。うん、5枚残り。5対3。3。あ、1ピンアンコった。1ピンアンコ。これで4対3。4対3になったけど、7枚あったらどっちか上がっちゃうか。うん、あ、9ピンだ。あ、9ピン。9ピンだ。おー。勝又が上がりました。いやいやいや、白鳥リーボー取られたよ。間違いない。リーボー上乗せしてね、これ小林にとってはめちゃめちゃ嬉しいですね、今の横移動は。ね、はい。線は2500の上がりですので、白鳥からすると3500の失点、そういうことですね。そして小林よりもその分下に行ったと、ね、